来なさそう。早めに切り返していくぜ。早めに切り返して戻ってこないか、さすがに。いやーパチー。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ハセシンです。ということで今回もやっていきましょうか、コールオブデューティーモダンウォーフェア。そして私ハセシン、2020年になってからなんとツイッターを始めました。アットマークハセシンアンダーバーラッシュ、フォローよろしくお願いいたします。この動画の説明欄からフォローすることもできます。ということでちょっと待ってくださいね、こちら見てください。命中率のパラメータに注目しそう、最大なんですよね。ということで今回はパルで命中率のパラメータを最大まで上げてフリーフォールプレイしていこうかなと思うんですけども、マップを、おお、いいマップ来ましたね、これ。やっていきましょう。でね、この私のチャンネル、ハセシンのチャンネル、まだチャンネル登録できてない方、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、頑張っていきましょう。さあ、来たぜ、来たぜ。まあね、使いやすいかどうかは、ちょっと置いといて、まあ、ロマンがあるということで、命中率 100% みたいな感じだからね。レーザーもつけちゃって、しっかり。さあ、さあ、さあ、まあね、可変ズームスコープっていうのかな、ついているので、ちょっとね、近距離の対応は難しいかもしれませんが、まあ、頑張っていこうかってことで、さあ、来るんじゃないの、近くから来てるんじゃないこれ。そんな気がするんだが、そんな気がするんだが、腰打ちもしっかり使っていくよ。いたね。どこ行った、そこにいると、こっちから来るんじゃないの。パスアウェイド、レッツゴー。近距離はなるべく腰打ちで対応していくっていうのも全然ありだと思うんで、やっちゃいますよこれ。さあ奥にいたが、こっちも来てるよね。カットしていく。若干ヒヤッとしたが、言えばワーン。さあ映ってますね、映ってますね。こっちかな、そっちかい。なるほど、リスポン結構近かったか。でもこのリスポンだったらこっちからちょっと対応させていただこうか。なるほど、結構リスポン近めにあるということで、ってことはこっちから、いや違うか、そこのコンテナとかもリスポン地点ありそうっすよね。ちょ、なるべくテンポ上げていかないと負けちゃいそうなんで、ちょっとなるべく前へ前へと走っていくような感じでいくっていうのもいいかもしれませんが、なるべく角を陣取るようなパターンでいきたいね。パーソナルレーダー使われていると、さあどんどん行こうぜ。さすがに厳しいか、結構距離あったね、思った以上の距離あったわ。 UAV 追加で、さあ来てるっぽいね、だいぶ遠いかな、そんなことはないか。ヘッドショット、さあこっちいるよね、こっちこっちこっち、カットしていく。いいよ今のプレー、なかなかのプレイングなんじゃないの、来るんじゃない、分かってんぜ。こっち構えるスピードがちょっとゆっくりしてるかなって感じですね。そんな感じの印象ではあるが、こっち後ろ。でもいいよ、ペース上げよう。10対10、これは熱いね。負けられない戦いが今ここにあるよー。カットしていく。なんだかんだいくぜ。さあ UAV 追加で、巡航ミサイルは V トールとか出された時より残しておきたいと思います。勝てないかいそれ、やべえな、かなり熱いな。結構ハイペースでキルしてると思うんですけど、全然リードが作れてないって感じなんで、ちょっと厳しいか。左から来そうだな、こっち。こういう時に来ないかな、来そうだけどな、結構距離があるんで。来たね今頃。待てよ、これ俺狙われる可能性あるくない、外だから。あぶねえ、引っ込んどいてよかったぜ。いやー待たれたか、やるね。やべえな、敵強いんだけど。ちょっと待てよ、勝ちたいところではある、だけども最後レーザーサイトの、レーザーサイト、いいね、これですよ腰打ち。パスアウェイレーダー追加で、怪しいよこの辺。デッドサイレンスの移動スピードの速さ見つけていこうぜ。来るか来るか来るか、来なさそう。早めに切り返していくぜ、早めに切り返して戻ってこないか、さすがに。いやーパチー。待って、2点差でかい、2点差でかい、近い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 よー。カットしていく、いいよ、強くないか、ユーベレッツゴー。近いよー、取られたか、
なんとかみかんだカットして、ガシが来てるからいない、トシ打ち、トシ打ち、中にはいる、中にはいる、中にはいる、後ろから来てる、トシ打ち、いいよ、ペースだよ、ペースだよ、ペースだよ、頼む、腰打ち、わははは、命中率 100% の腰打ちだ、待てよ、え、どこ行った、どこ行った、どこ行った、これ掘るの分かってんぞ、さあ行こう、左だな、これ多分来るぞ、この点差はでかい、気をつけて気をつけて気をつけて、奥にいるからカットして、残り3キル、パスのレッドレッツゴー、腰打ちやばくないですかこのカスタムクラス、このマップとの相性100点なんですけども、イエベロレッツゴー、マジ輝いてるよ、輝いちゃってるよ、これ輝いちゃってるよ、あと1キル決めるしかない、どうせなら腰打ちいきたい、最高、どうぞ行こう、腰打ちで決めたいぜ、近い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 、腰打ちの距離感だ、ハハハ、終了だったか、近い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 、リスポンジ近いぜ、さあデッドサイレンスで距離詰めて、ちょっと待って待って待って、編集入れられまくってるんだけど、ちょっと待って、いいよデッドサイレンス使ってるから、どんどん行こうぜ、ラスト腰打ち、ちょっと待ってと、急にやばいぞ、急に腰打ち、腰打ち近すぎやばいっすね、このカスタムクラス、ちょっとこれはね、ぜひ皆さんもカスタムゲームの道を使ってみてください、なかなかいいっすよ、腰打ちの安定感やばいっすね、ファルでの腰打ちやばいっすわ、ちょっとこれはかなり衝撃的なカスタムクラスになりますね、30キロ10列ヒルズ式 3.0 とライフストリーク11、腰打ちでの11連続キルっすよ、やばいっすね、ということで、おー、いいっすね、いいっすね、武器レベル61ということで、さあ、ブルータイガーも出て、最高の展開ですね、ありがとうございました、ということで、一応ね、まずガンスミスの構成見ていきましょう、まずはマズルがマズルブレーキですね、これで反動を安定化させると、命中率マックス、このパラメータを見るだけでほっこりする、さあ、そしてレーザーは 5mmW レーザーっていうのかな。さあ腰打ち命中率とダッシュ後射撃速度を上げると、これですよね、腰打ち命中率上げるのがかなり良かったね、近距離本当に対応しやすかったんで、このアタッチメントかなりおすすめですね。ほんでサイトが可変ズームスコープですね、 3.0 倍から 5.6 倍までズーム可能な遠距離スコープと高性能スコープと、でも敵がスコープの反射をね視認できてしまうんで、そこがちょっと注意点って感じですね。でリアグリップにはラバーグリップテープでしっかりと反動制御をプラスして、さらに命中率のパラメータを伸ばし、そしてこれですよ、仕上げはマーク4グリップ、アンダーバレルはマーク4グリップで反動制御と腰打ちの命中率をさらに上げると、この組み合わせですよ、皆さんいかがでしょうか、半端ないですよ。そしてこのパラメーターになると、プライベートマッチだったら武器レベルを上げてなくてもファルにねアタッチメントをつけることができるんですよ。なのでこんな感じでアタッチメントをつけてね、プライベートマッチで楽しむこともできますので、皆さんねぜひ使ってみてください。最高だな本当に。ファルあれなんですよね、ヘッドショットに入ったら一瞬でとろけるんで、敵がそこがマジでいい。もうちょっと腰打ちちょっと試してみよう、遠距離どこぐらいまで倒せるかっすよね、この距離は結構いけるか、ちょっとねそれを確かめて終わりたいっすね、遠距離向こうに入れてきて、こう、うお強烈っすね、うおロマンあるわ終わりますか今回この辺で、あと1キルしていこう、いいね完璧。さあということで皆さんいかがでしたでしょうか、命中率パラメータマックスのカスタムクラス、少しでもナイス腰打ちと思っていただけたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。結構ね高評価の方は動画投稿のモチベーションの向上に本当につながりますので、普段押してない方でもね今回ワンタッチしていただけたらめっちゃ嬉しいです。ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう、バイバーイ。